をしなければ日本のバレーの未来はありませんと、そう話している。これが出ないとね、日本のバレーじゃないですよね。今日バックアタックは福澤がもう 100% 近く決めてるんじゃないですかね。本数は少ないでしょ、こんなブロックがバラバラになるの。なるほどなるほど、もっと使っていいですよ。14対12と日本が2